今週も始まりました。FM ディノは K&K のミュージックキャノン、ポップ担当カオンとロック担当のコート。はい、ミキサーのキャンです。はい、本日も3人でお送りします。キャンちゃんちょっと今映ってないですけど、いらっしゃいまーす。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、で今日も、ちょっとまあスタジオがある意味ちょっと室内なのか室外なのかっていう感じなんで、今日もセレクトでお送りしていきたいと思います。はい、今日前半ロックからお送りするのは、ライブアルバム紹介で古いやつなんですけどね、レーサー X という、アメリカのバンドのエクストリームボリューム2という、昔の 80s ですね、80年代のライブアルバムをちょっと流していきたいと思います。一旦 CM 挟みまして、流したいと思いますので、どうぞお楽しみください。はい、ではツイキャス皆さんこんばんは。ゴーさんありがとうございます。ゴーさん、カオンちゃん、キャンチーこんばんは。カオンちゃん後ろやめてよ、そういうの。なんだなんだ、振り向かなくても見えるからやめてよ、ちょっと。何何、扉閉まっ、ね、だから扉閉まってないよって言いたかったんじゃん。いや逆にだから怖いじゃん。でもなんか映ってるよ。いやー怖いやー。はい、リクエストはって来てます。今週まで、まあ、今月までか、さすがにリクエストちょっと厳しいので、来週、来週も微妙だよね。来週もまだです、ね。なんなら3月もちょっとまだ微妙だよね。もしかしたら。ちゃんと工事が終われば。そうだね。ちょっと3月も様子見ながらになるので、またちょっとリクエストになるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと様子見ながらリクエストを取っていきたいと思います。それまで少々お待ちを。もう今リクエスト取ることが全くできないです。そうだよね。今セレクトを流してなんぼのもんじゃいだもんね。で、ちょっともうどうにかっていう、そうだよね。端末が足りないんで、すいません。ということなんで、今現状はちょっとセレクトでお送りしていきたいと思います。はい、しばらくは。はい、しばらくお願いします。ちょっと3月はね、また様子見ながらやっていきたいと思いますので。あと、マナーモードにしろよってきて。誰よし。カップボーイさん、コウさん、カウンちゃん、マリリン・キャンソーさん、皆さんこんばんは。まあ。今日はものすごい暑かった。暑かったっす、はい。そうなんだよね。暑かったよね。だいぶ。昨日も暑かったけど、それ以上だった。これでまた寒くなったら体調大変なので、昨日沖縄マラソン走った人は今日体バキバキで大変だったっすねって、階段の上り下りとか始まる5秒前、はい、そうだね、うん、うん、ではセレクトをお送りしていきます。皆さんどうぞ。はい、埼玉の郷さん、そうか3月からね、うん、3月はちょっと一応予定なんですけど、今ちょっとこっちのスタジオ見たら、まだちょっと若干外なんで、まだ中になるためにはもう少しお時間必要だと思います。シュプレミさんから、おこんばんは、初見のブライアン。メイ。メイですか。こんばんは、イェイイェイ、チェッカーズムソさん、こんばんみーって来てます。こんばんみー。あ、キャンさんいるよ。キャンさんはいるんだけど、今日映ってない。大丈夫よ。今ちょっと、あれしか。いけるか、ちょっくらバックする。あ、キャさんなんならこっち来る。え、そしたら機材触れなくない。そうね、ローテーション、もうちょっともっとバックするから、あっちに全然映ってない、手しか映ってないで。ちょっと3人はやっぱ厳しいですけど、ね、
なんならこっちから行く。こう行く。あ、そうね。それもいけるね。俺らマスク出してどうせ。後ろ姿でいけるんじゃん。はい。待って。秀樹金子さんから、千奈商店、素晴らしいって来てる。お、ありがとうございます。わかるのかな？あの、スポンサーいただいてます。はい。名護市にある千奈商店です。よろしくお願いします。秀樹さん、初めてじゃない？秀樹金子さん。初めて。じゃあ、ちゃんと自己紹介しましょう。自由な番組です。ものすごい自由です。ラジオでは曲を、で、なんだっけ、これ。ツイキャスの方とかでは、ちょっとまあ、トークを。はい、フリートーク。はい、させていただいてます。なので、好きな放題って言ったらあれだけど、まあ、なんとなくね、会話のキャッチにもしますから、ぜひね、ツイキャス何か投稿していただけたらと思います。で、今日は、この、ラジオ局自体が、今、リニューアル工事をしてるんですよ。なので、なんだっけ、リクエストじゃなくて、リクエストはしばらく取って、そうそう、セレクトでお送りしてます、はい。で、いつもっていうか、まあね、定期的にこのリクエスト取ったりもするんですけど、その時はぜひね、来ていただけたらと思います。はい、です。はい、よろしくです。シプリムさん。はい。今頃は可愛い子ちゃん21歳と夕食デートだったのに。本来ならね。職場や寮でコロナが発生。あららら。連発して自粛。どんまいです。そうか。やっぱまだ、まだまだだね、本当にね。埼玉の子さん、リクエスト。あ、キャンさんだったよ。いや、どうする？ラスネイル。響くな。行く？響くな。もう、喉が、調子悪いんだよ。じゃあ、ここにもすごいしさ。いや、ほんとすごいね。鼻水だらけ。なんで、ちょっと進んだのかね。よくわかんないけど。まあ、ペンキは塗られてる。ペンキだけ塗ったの？結構進んでると思います。床も全部剥がされてますし。あ、剥がれてるから綺麗なんだ。ははちょっとわかってなかった。そうか。なるほど。一応、着々と進んでるそうでございます。沖縄大工さん、こんばんは。こんばんは。秀樹金子さんが、そうかって来てる。そうです。シュプリムさんから、先週は伊豆半島まで桜の撮影に行ってきたけど、写真は後日、はい、あ、ぜひ、はい。見れるようになってからがいいですね。ぜひぜひ、はい。取りためといてください、うん、作品は。そうだね。それで毎週また公開していきましょう。ぜひよろしくお願いします。埼玉の子さん、お趣旨だよ、来てる。ありがとう。最近、くら寿司食べに行ったよ。コーンさん、寿司行ったら、うん、よく何食べるの？マグロ。マグロ。あ、じゃあクラの、まあ、じゃあクラがいいね。うん、めっちゃマグロさん。私でもハマ好きなの。友達がクラ好きなのよ。うん、マグロだったらクラってみんな言うよ。そう。私ハマ好き。変わり種とかほら、他のものだったらさ、ハマとかの方が言ってるけどさ。うん、そうなの。私はあれ好きだよ。コーンが、やか、揚げられてるやつ。コーンのさ、こういうまん丸いさ、ボールみたいなやつわかる？え？嘘やん。ん？嘘？うん？めっちゃ邪道だけど。一応今伝わらない。え、コーンをさ、丸くさ、玉にしてさ、はい、それが上がっているコーン揚げみたいなやつ。そんな。それはどこにあるやつ？え、蔵にある。蔵にある。そう。めっちゃうまいよ。最近、外食してないな。もう久々に行ったよ、私。めっちゃ美味しいよ。何皿いけるの？ 2 皿。トータルよ、トータル。あ、トータル？トータルで調子良かったら15とかいける。ああ、いや、意外に少ない。ああ、そっか。うん。カモさんもっといくのかと。嘘。意外にいってるよね。そうなの？意外にいってる。だってあれだよ。その、寿司だけじゃないからさ。だからそんな揚げ物食べたり、ポテト食べたり、ラーメン食べたり、うどん食べたりとかするじゃん。味噌汁飲んだりとか。あ、それを省いて。あ、それ省いて？それ省いて寿司だけでってことね。15皿ってこと。そうだ、それでも 10とか15くらいかな。そんなには。食べ続けることはできない。なるほど。そう。なんかやっぱりちょっと邪道なところに行って、また戻って、ってやる。けど、それでも、まあ行っても20くらいじゃない？え、20って結構食べてない？そうでもないか。何皿食べるのよ。20ってどれぐらいなの？20皿って普通に2貫ずつ乗ってるのを考えたら、結構食べてると思う。そうでもないのかな。だってシャリとかさ、今さ、小さくできたりするじゃん。少なくとか。そう。だからそんなんもせんよ。普通に食べる。じゃあ食ってる方なの？わからん。女性陣どうかね、わかんないけど。そう、あれがわからん。基準がわからん。確かに。人といかんから。
そうだね。なんか、皿が、なんだろう、うん。え、めっちゃ食べたねとか言って終わるけど。だいたい2000円ぐらいだから。20皿ぐらい。そう。多分メインがそれぐらい。埼玉のごさん、喉って聞いて。かおちゃんはハンバーグ寿司でも食べてなさい。え、ハンバーグあんまりそんな食べないんで、私。シュペリベさんから。寮の談話室も閉鎖され、かわいこちゃんと一つ屋根の下に住んでいるのに会いに行くこともできる。めっちゃ自粛されてるね。カープボーイさん、アナゴカンパウ、パン、カンパチ。うん、あ、アガノ、あ、あ、ま、あ、アナゴカンパチ、パチうん、イクラ、マグロの赤身、シメサバ以外、イカ。イカか。あ、シメサバ、イカ、イカ、イカ、うん、赤貝くらい、赤貝、イクラ、あとはマグロの軍艦ネギトロ。あ、結構、あれだね。結構食べるね。20皿余裕でしょ。カープボーイさん結構いろいろ食べるね。ゴーさんも20皿余裕だろって聞いて。え、ゴーさん何皿食べんのよ。チェッカーズ無双さん、数えたことないな。ああ。なるほどね。そうね。さらす。あ、でも、蔵だったらほら、ガチャガチャあるじゃん。そうそう。あの、5枚入れたらカラン。クラポンでしょ、うん、それ。やろ。あ、要はさ、あの、中の、今回さ、はい、今、配給なのよ。いらないのよ。ひどい。だろ。配給ファン。すまない。本当申し訳ない。じゃあ、これはさ、だって好きの、うん、好きと嫌いの話だから別に普通なのよ。で、配給は私見てないから、いらないねっつってやってないだけで。カオンさんはね。欲しい人はいるよ。あ、本当だ、ゴーさんが配給がよこせて。え、質、あれ、あ、じゃあこういう時にのために、貯めて、あれやるよ、クラポン。そうだね、配給好きな人いるかもね。いるよ。あとはね、私が見ないだけで。あ、そうだね。確かに入れてる。味噌汁とか入れたらやばい金額になる。結構食べるべ。お、キャッチ&リリース方式。回転寿司に行って真っ先にラーメンを食べる人なんなんて。今どこまで追いかけられてる？大丈夫？うん、今一応はちょっと中間見てないけど。埼玉のこと30皿いけるってよ。30皿私もいけるよ。全盛期に行ってみたかったっすね。あー、ダンサーで聞いたかね。はい。今どれだけ食べる？今は15から20ぐらいです。え、じゃあやっぱ多いんだよ、ほら。多いね。うん、本当だ。キャンさんと並ぶのでしょ？いや、僕今、1日2食生活なんで、だいぶ食欲減らしてるんですよ。あ、じゃあ、フルで食べようと思ったらまだ20以上は食べれるんだ。ちょっと、こう、なんていうの、ちょっと腹八分ぐらいで。運動したら多分30はいけると思います。ただ、だから、もう、現役の時だったら確実に5、60は食べたなーって思うんで。ああ、やばいやばい。それはやばいな。やばい。それはやばい。感覚的に言えば、もう、20代の頃だったら多分それぐらいはいけたと思う。でも学生の時ってさ、寿司行かなくない？行かないですよ。なんか私、ホットモットのイメージですごい。弁当さ、弁当と米がついて2つあるじゃん。はい、あれを大体2つ食べてたわけ。学生時代から。待って。1つじゃ止まらないわけ。あは。2セット食べてたわけ。そう。唐揚げ弁当っていうのがあったとしたら、1つじゃなくて、あと1個食べてた。で2個食べてたわけ。僕20代の時は、キロ弁と一緒にもう一つ普通の弁当食べてた。キロ弁いいね。キロ弁ってね、キロ弁でも北部ないのよ。ないんだ。ないです。キロ弁いいなぁ。中部もないんですよ。そう。あれね、南部ね、マジで南部だけなんだよ。FC 琉球来た時にキロ弁が出店するんで、それ目当てで買って。めっちゃ最高。で、だから、でも、キロ弁だけだったら足りないんで、もう一個買って。すげえな。いいな。二つ食べてました。キロ弁いいよね。キロ弁めっちゃいい。あれにプラス、おかずとかさ、米とおにぎりとかでもいけるじゃん。はい。だキロがないからね、まずね、そもそもね。まあね。僕がそれだけ食べてるじゃないですか。うん、で、その時、たまたま、臨時で働いてた、お相撲さんがいたんですよ。うん。相撲をやってた方が、一緒に、でも、こんなちっちゃい弁当食べてるんですよ。へぇー。うん、お前らよって言って先輩たちにしょっちゅういじられて。ちょっと待って待って待って。ちょっと待って待って待って。対局だよな。はい。それはさ、わざとちっちゃく喋れるの？みたいです。もう減らさないといけないって言って。あ、そういうこと？なになに？もうなんか引退とかで辞めたからとか。そう。病院からもう量減らしなさいって言われてる。力士じゃないからっていう感じ。落とすの超大変そうだね。あ、もう大変そうでした。そうよ。私もじゃあこのちっこいの、あれかな、カンカンに詰めたおにぎりみたいな。胃の大きさを調整しないといけないって言ったんで。あれさ、なかなか難しいのよね。でも自分逆に胃の容量がすぐ小さくなるんで。あ、それは羨ましいね。だから今、食欲が減ってるんですよ。ああ。一応さ、正直な話さ、胃の量ではなくてさ、今度は歳もあるのよ。うん。だから、なんていうの、食べ続けられるっていうのはさ、やっぱすごいよね。なんか、揚げ物とかやっぱりさ、
気持ち悪ってなってくる。家に食べれてたけど。今戻した？ちょっと戻した。どこまで来たよ。うん、ここから。あ、数えたことないな、あの後から。あ、そうだね。埼玉の郷さんがおごってって、これキャンサーにじゃない？あは。シュプレミさんが、この前、ウチナーガール23歳と回転寿司に行ったけど、やたらとサーモン食べていた記憶が、ちなみにこの子もコロナ。ええー、でもさ、女性陣コロ、あ、コロナ好きよね、じゃない。なんだっけ。サーモン好きよね。私、サーモン食べないけど。あはウケる。チェッカーズもそうさ。うん。怒るから怒れよ。いいね、いいね。いいね、そのやりとりいいよ。それいいよ。キャッチャーのリリー葬式の方、いいね、いいね。いい、いい。あ、ここ飛ばしてたんだ。うん、子供たちが一丁前に食べるようになって、ラーメンも寿司もデザートもジュースもたくさん食べてくれて嬉しいけど、お会計恐怖。ああ、そうね。生活不足さ。そうよね。そうね。切実ですね。でもさ、子供たちって、まあ、大きさにもよるけどさ、一番育ち盛りの中学高校だったらめっちゃ食べるけどさ、うん、やっぱりちっちゃすぎたらさ、そんなにね、もういいとかなるじゃん。だから、まあ、もう、なんだろう、年によるかな、子供たちはね。でも子供がいっぱい食べてるの見たら、ちょっと嬉しくないよね。やっぱそうなんだ。やっぱそうか。食べれ食べれって言うと。そうだよね。小食ってなるとちょっとやっぱ不安でしょ？そうそうそう。どうしたってなるよね。うん、ちょっとバロメーターだよね。体調とかもね。やっぱそうか。さて、皆さん、はぁ？配給の横で、あ、これね。あ、だから配給取ってくるさね。うん。カープボーイさん、昔アトムボーイ時代に納豆の軍艦巻きの上にうずらの卵が乗ってるやつも大好きだった。あれ美味しかった。アトムボーイってあったね。アトムボーイ時代って何？アトムボーイ！そうそう。あの CM 見たことない？アトムボーイ。わからん。謎の CM だって。超謎。それが分かんないあれ、今だったら絶対コンプレ違反する。そうだね。いや、マジで分かんないな。どこまであ、今大丈夫。さあ、でものこさん、僕、バレーボール経験者で配球ラブ。へぇー。すごい。なるほど。バレーやってたん。そうなんだ。クラシックの方バレーね。失礼。あ、キャッチーンがない。チーンがないの。オッケー。ちまりさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。なんかお久しぶり。はい、あのしばらくリクエスト取れないんですけど、そう今ね復活したらすぐリクエスト何かやります。そうそうそう、ぜひぜひその時は来て、一発目何か考えとこうね。そうだね、リクエスト取れる時は。そうだね、何ソングがいいかな、何がいいかな。今最近アニメやたらとほら色向いてるからさ。そうだね。なんで今供養するところじゃでもさ本当にこの後しかないんだけど。あ、今あれシュプリームさんのに合わせたの、コーンって書いてるコーン軍艦。コーン軍艦イカゲソタレ。コーン軍艦イカゲソタレ。コーン軍艦イカゲソタレ。っていう感じのローテーションね。マジで？シュプレミさんマジでコーン好きだったらさ、本当にあのコーンのさ、揚げてるやつわからん？コーンだけを丸くして3つ皿に入ってくるんだけどさ、揚げてるからめっちゃ甘くて美味しいわけ。で、絶対子供が好きだわけ。ポップコーンみたいな。違う違う違う、そんなパチパチのやつじゃなくて、もうなんてしなってしてるコーンが甘くて美味しいわけさ。ぜひ食べてほしい。めっちゃ美味しいから。埼玉のゴーさん、子供たちと男3名で先月回転寿司行ったら、はい、味噌汁3個、デザート2個、長男20皿、次男23皿、僕32皿です。すごいすごいすごい。すげえ。子供たちに負けてないよ。ゴーさんすごいよ。すごい。3人で60以上。すごい。これだ。あ、素晴らしい。どうしたの？消えない。キャンシー、これ消してたい。ん？なんか変なの出た。ちょっと待ってください。いけない、大丈夫、大丈夫。いけない。シュプリムさん、食欲より性欲ってきてる。あ、だから、これ。まあ、一人よりけるね。今の正解じゃん。コテリコイン、ありがとうございます、シュプさん。いつも。カッパボーイさん、回転寿司、今度行ったら、今行ったら、多分10皿行けるか行けないかじゃないかな。15皿食べたら、ものすごい食べた感じになるかも。若い時は倍ぐらい食べた。あ、やっぱそうなんだね。やっぱ大体20、25とか、行けて30とかなのかな。寿司はね、結構ね、何皿食べれるのとかっていうの聞けるし、ね。あ、シュプさん、シュプコインありがとうございます。ありがとうございます。いける？手丸さん、回転寿司。頑張って10皿ですかね。ああ、じゃあ、カモさん、私めっちゃ食べてるね。めっちゃ食べてる。確かに。で、それでも、うん、あの、寿司はさ、うん、その、お腹いっぱい食べれない人なの。だ、うん、から、腹八分でちょうどいい時に終わろうってなるわけさ。なあ、偉い偉い。そう。だから、そう考えると、その後頑張ればまた行けるかも。行く必要ないから食べないんだけどね。行く必要ないよ、確かに。
だから行かないけど、埼玉のごさん、子供もサーモン好きだよ。うち30キロの米、一袋1ヶ月以内でなくなるって。すごい。すごい。でもね、お米がやっぱりうまいんだよ。あれ？持論転換していい？白い米さえあればいいのよ。超最終手段さ。マジで、白い米があればいいの。そこなのよ。そう。何でもいいの、本当に。とにかく白い米があればいい。チェカゼブソさん、似てるって来てる。今、何に対しての似てるだ。な、何の、これはあれか、これはあれか。シュペルミさん、翌日のうんこが楽しみでしかない。キャシーみたいに言うなって来てる。どういうことだ。いや、マジで、米が美味しいとさ、やっぱ美味しいじゃん。あ、多分、キャさんのことじゃない。さっき、あの、キャンさん呼ぶときに、うん、キャンチー。ああ、教師みたいな。ああ、そういうことか、うん、なるほど。うち近所の農家さんで米買うけど、お得意さんで野菜もバンナいただく。へぇ、お得意じゃん。あれじゃもう、あれ、なんていうの、ちょっとね、パリパリにしたりとか、うん、ちょっとお酢のものにしたらもう、米と最高やでな。それに味噌汁作ってくれるんでしょ、梅さんが。ああ、もう最高、マジで。カボボーイさんなんか面白いこと言って。何？ちなみに餃子とか食べるときに、ご飯にバウンドさせるのは NG な人？それともやる人？僕は白いご飯に醤油は一番好き。ああ、やりますよ。バウンドめっちゃすく。めっちゃする。なんなら何？猫まんまじゃないけど、カチャカチャ、何？あの、汁物と混ぜて食べたりするのも大好き。あ、汁じきして。そうそうそう。あの、お茶漬けとかさ。そう。なんか大好きになってきた。昔はダメだったけど。埼玉の子さん、先月は、春菊と大根もらったって。あ、いいね。時期ね。いいね。大根いいさ、春菊苦手さ。そうなの。好きじゃない。ジューシーに入れたらいいよ。ああ、のんのん。私、よもぎも得意じゃない。フーチバージューシー最高だ。ああ、のんのん。だから、あの、みんなさ、ヤギ汁にさ、フーチバー、アホみたいに入れるじゃん。いや、アホは失礼よ。アンチテンコ盛りなって。もう、汁見えない人いるさ。いや、あれ先に沈めるんだよ。だからこんなで必死に縮めてるけどさ、いや、あんじてんこもりなって思うわけさ、毎回。器に先に入れといて、うん、上からあっちこう、こうかけるわけよ。そしたらしなってするさ。でもその上からみんなかけるさ、また。なんかどうぞ、みたいなの出てくるやん。おいふうちばれ。そう。あっしゃ、あんち食べるわ、と思うさ。それでこうなるわけさ。あっしゃ。埼玉の郷さん、米におかずインして一口食べてご飯の上に置いて、そのまま忘れて同じおかず取るときある。あなるほどね。わかる。でもね、やっぱりね、小麦ってさ、米がうまいべ。しおりさん、よもぎたくって書いてある。違う。それ柳さんでしょ。ああうまいね。そしてわからないね。埼玉のさん、かおちゃん。なぜにうちなんちゅうだ。なんね。12じゃん。12か。12って書いてんの。急に、なんね、中国語みたいだよ。うちなんちゅうだな。え、読めない？何？偽って書いてるじゃん。偽うちなんちゅうってこと？わかんない。なんて書いてんだよ。エッセッセ。読み方。はぁ、どこが？めっちゃうちなんちゅうじゃん。あ、よもぎ入れないからってこと？いや、ひじゃじるの話だ。ジョイシーじゃうの、めん。あれ、やっと私この。なんで豚食べるでしょ？豚ももちろん大好きさね。一回鼻かんでいきましょう。あ、おー、できそうで。豚様は大好きさ。牛様も大好きよ。うちのポーク文化だから。え、でもさ、みんなさ、ヤギ好きって言うけどさ、ヤギのミルク飲んだことある？ヤギミルク？あの、ダメな人と、そうじゃない人がいる。あのね、ダメなのよ。ああ、どっちの意味で味、ね、それとも下す方？いや、もう臭い。もう臭すぎる。あの、ヤギジェラード食べてみる。じゃあ、ヤギミルク使ったジェラードがあるのよ。いや、怖い。あ、でもあれだよ、チャイ好きなんだよね。チャイ好き。チャイってあれだよ。あの、ヤギのミルク使うと。美味しいんだよ。あの、本場のチャイ。いいです。高カロリーなヤギのミルクに、栄養満点のやつに、スパイス入れて。で、やるのが。あれだったら、だから、匂い飛ばしでしょ、スパイス入れるの。まあ、そう。臭いんじゃん臭いんじゃんフジマジューシーだもん。あ、チェカーズのソースがいいです。笑ほらね、いいですだよね。さて、みのこさん、ジョイはわかる。あでしょジョイな。ジョイはわかる。ジョイ。じゃあでもマジで、ヤギのミルク飲んだ時、あの、興味で飲んだのよ。なんかどこで売られてたかな？瓶に入っててさ、ヤギミルクって書いて、ヤギミルクって書いてたかわかんないけど、ヤギのミルクなんだと思って、ちょっと体験しようと思って、マジで飲もうとしたから、
臭すぎて、マジで、いや、もう無理ってなったわけ。煮沸したらいいよ。ちょっと待って、だってさ、瓶に入ってるんだからさ、もう飲めますでしょ、絶対。100% 飲めますの状態でしょ。超臭かったけど。いや、加工前かもしれないさ。ああ、やばい、そしたら。死んでないか、俺。埼玉の子さん、ヒージャーの抗がん刺しはマジで美味しいよって来てる。ああ、刺身ね。へえ、かわいそう。そんなとこまで食べるの？チェカルの人さん、匂いがヤギ？匂いがね、マジで、溝。は？匂いは溝。溝？なんで溝で？毒のこと言いたいの？あ、そう、あ、そう、溝。マジで臭い。もうね、ヤギ臭いって思ったのが、初めなのに、その時しかもさ、私ヤギ食べれないのにミルクは飲めるんじゃないかと思って飲んだわけ。それがまずはアウトだった。だけど今は、あの刺身あるじゃん。皮と身に分けたら、皮なしは食べれる。皮が得意じゃない。もうなんか、おおってなる。大丈夫？聞かれた？はい。マジで、あの、外か中か分からないからね、ここはね、今ね。ハープボーイさん、ジャーといえば、4年前にお家建てるときに、はい、女村にヤギ買いに行って、うん、ピックアップの後ろで一緒に乗らなかった、乗らなかった帰ってきた、そのヤギがいなくなってて、そこで美味しい美味しいって食べてたのが、そのヤギの尻だったって発覚したときはちょっとびっくりした。ああ、そういうことね。あ、子供のときってことね。あの、あれ連れてきたヤギいないなと思ったってことでしょ。マジで食べれん。あ、でもあるあるよね。みんなだからさ、ちゃんと閉めるじゃん。いや、今ちょっと想像しちゃったらやばいわ。シュプリームさんが、和紙ミルクも苦手って。和紙ミルクはコンデンスミルクの方。私和紙ミルクが好きだよ。甘いの大好き。あ、いちごにつけるさ、コンデンスミルクとかも好きよ。めっちゃ。ドブを溝って初めて。ドブって出てこなかった。なかなか使わないさね。いや、溝の方が使わねえ。溝みたいな匂いするけど、溝。そうさ、やっぱりさ、後ろで人が映ると怖いね。いやいや、そんなことない。大丈夫。防犯。ドブね。ドブってでも言わないじゃん。もう今。ドブっていう発想なくない？だから溝って言っちゃった。なんだっけ、あれ。スコップで取るやつ、溝みたいな。ドブって出てこなかったわ。用水。違う。いや、マジでその発想なかった。ああ、2月か。もう終わっちゃうね。あっという間ね。2024年さ、すげえ早いね。やばくない？なんか。年取ったって。なんか、なんだろう。さっそうと駆け抜けていきそうだよ。2024年。じゃあ、今のうちで何か目標立てとかね。私ね、今ね、超手近な目標があるの。はい。翡翠カズラを見に行きたい。ん？めっちゃ手近やろ？どこで見れる？東南植物楽園。すぐ行けるじゃん。だから、週末行ってこい、週末。手近って言ったさ。週末行ってこい。マジで。じゃあ、それを見たいなんか理由があるの？大好きなわけ。育てようと思って、苗から買ったのに、うまく育たなかった。あ、難しいみたい。数は。そうそうそう。だから、しかも、私、沖縄で、あの、金木犀も育てようと思ったわけ。植えたわけさ。まあ、伸びていかない。だから、そういうのとかは一応やってるよ。だけど、ヤギは苦手。なるほど。じゃあ、行くよ。カープボーイさんから、宮古島の人は青森をミルクで割って飲むよって聞いたとき、ちょっとびっくりしたけど、でも、甘くてカクテルとかあるから、よく考えたら別に普通だよねって。あ、カルアミルクとかってことでしょ。うん、いや、でもちょっと待って、だから本当にさ、都はでもお通りっていうのが、今もあるのかね？今、あれってコンプラ的に無理じゃん。まあね。でも伝統じゃん？だからどうなんだろう、ね。あれは伝統っていうのか。え？あれ伝統じゃないの？伝統っていうか何？引き継がれてきた、都島の地みたいなさ。じゃ、都ならではの飲み方でしょ。うん、そう。だから、え、伝統じゃないの？なんか代々続いてまして。やらざるを得ないんですよ。的なじゃなくて。だからコンプラ違反してるよ。宮古島の人なんかいらっしゃったら、今どうなってますか？お通りっていうこの仕組みは。変わらないだろうな。え、嘘？マジ？それはすごいね。前にほらコロナがさ、うん、すごい集団感染した時にそれやってたんでしょ。えぇ、ー、あのリマジで
やば。みんな集団感染なるわ、それ。お通りクラスターです。そうなんだ。コウさん、ありがとうございます。はい。じゃあ、よっぽどじゃないとなくならないから、多分あるね。カオさんの曲そのままおかけできます。いや、時間計算したの。埼玉のコウさん、ひじゃがわって聞いて、臭いからってこと？いやいや、ちょっとそれ言ったらダメじゃん。私が言っちゃったじゃん。シュプリームさん、一応言っときます。ミルクが出る部位はとても好き。なるほど。みんな、ああってなる。それこそ。仕方ないな。それこそ。OK。じゃあ次行くよ。埼玉のコウさん、紫村行けば翡翠飾り見れるよ。え、そうなの？紫村なんて、情報がなかった。本当に見れる？いや、ゴーさんが言ってるから見れるんだよ。ゴーさん見たことあるの？読み団長だからね。あ、そうか。あ、じゃあ行ってみよう。もう今は見れるのかな？あの、インスタでさ、チェックしてるわけ。で、東南植物楽園開花してたから、行こうかなと思ったんだけど。一応5月ぐらいまで見れるとか言うけどさ、今、なんていうの、この時期がずれてるじゃん。うん、絶対に見たいわけよ。今年。何回も行けばいいじゃん。だけどさ、だから何回も行けないわけじゃん。じゃあ、あの、調べたりさ、今咲き頃ですかって、大体南部咲きとかってね。だからそれが全部インスタに載ってるから、東南植物楽園は今多分見頃なわけさ。ああ、じゃあ行くしかない。だから行くんだけど、紫村って情報がないわけ。いや、だいたい花の時期って一緒ぐらいだから、向こうが見頃だったら、反対方も見頃だと思う。あ、そうなん、じゃあ行ってみよう。カッポマイさん、和紙ミルクねって、はい。宮古島の人は和紙ミルクでお酒を割って飲むって話とか聞いたことあるけど、だるくて美味しくないような気がしてたけど、ミルク感覚だったら飲めるってことだよね。あ、まあ、甘いのが好き。どうなんだろうね。あの、カラーとかはさ、あの、甘いの好きな人は飲むじゃん、よく。だけど、あれってあくまで甘いじゃん。うん、だけど、和紙ミルクはさ、甘い。ね、今曲流れてる？こっちやね。ラジオ放送じゃん。うん、めっちゃ、こっちがちっちゃいだけか。でも、和紙ミルクは、あ、でもそっか、甘いからいいのか。でもなんか、混ざらなくない？うん、なんか、混ざるかあれ。何、酒との話。そう。いやー、酒飲まんから分からん。混ざると思う？キャンさん。推しミルク。あれ、結構とろーってしてるじゃん。いや、僕はもう、ああいうの苦手なので。そう、甘いのダメだから。そうか。カラ系だったり。なんやねん、誰かこれ、やってくれたまえ。いや、やるんだよ。それを、カモさんがやって、行ったらいいさ。オッケー、じゃあ今度さ、今度やってみるね。酒持ってくるよ。わしミルクとともに、あの、缶開けてさ。そしたら、あの、山内さんテンション上がるよ。これこれって言って。あ、これ待ってたんだよって、もっと早く行ってよって。よし、やろう。あの、こっちにいろんな種類並べてさ。それね。っていうのをやりたいってずっと言ってる。オッケーオッケー。甘くなるけどいいのかね。やってみようじゃん。結果済むぞさ、親戚みんな、タラマだけど、あれ、なんかハイボールばっかり飲んでるよって。おー。そうなんだ。ハイボールね。みんなやっぱ酒は飲むんだね。飲まない人もいるけどね。そりゃ。シュプリームさん、居酒屋のお通しは伝統的？じゃじゃ、それは、あれやん。あの、なんていうの、必ずさ、あの、ワンオーダー制みたいな感じでしょ？居酒屋もさ。南部坂か問い合わせて、相部先って答えて。普通にガチャって電話切るよ。南部先ですか？写真撮りに行きますね。南部先ですか？いや、電話してみようかな。なんて回答したかが面白いんじゃない？そうですね。相部先ですね。とか言ったら、もう爆笑するけど、はとか言われてる。こっちもはって返す。めっちゃ面白そう。いやいやいや、待って、マジでガチで。あの、うん。翡翠カズラ。翡翠カズラ。それを見に行こうと思ってる。もう本当に、手短な。でも、他は何かあるかね？読谷村高志法の松田さん宅は5月まで翡翠飾り見れるよ。えぇ、ー、いやー、超有名ってよ。行くしかないじゃん。でも、個人宅じゃん。でもさ、あれでしょ、今ね、一般公開されてる方多いんですよ。だから、あの、ある程度の常識を持って見てね、みたいな。あ、そうそう。多分有名な人なんじゃないの？松田さん。ちょっと待って。そもそもまず名前が覚えられんよ。トト。うん、パスタ。いい情報だ。ぜひともぜひとも見たい。見てみたい。
見てみたい。カープボーイさん、昔友達が宮古島に出張行くときは居酒屋入ったら、お通し用に薄く作られた酒が最初から用意されてるって話聞いたことあるよ。最近はなんか移住者が増えて、昔の宮古島のなんか雰囲気がなくなってきてるみたいなこと言ってた。だから面白くないって。あー、なるほどね。まあ、無理に飲めって言われてもね、飲めないものは飲めないしね。まあ、風習は時代とともに変わるよ。そうだね。埼玉の郷さんが、YouTube でも FM 読みたんで取材来てるから大丈夫って。そのえ、マジでそんなにめっちゃ来るやん。超有名な翡翠カズラなんだね、じゃあ。だからさ、相当咲いてるんだね。そこ行った方がいいじゃん、トモさん。個人宅に一応、翡翠カズラ見るんだったらどこでもいいんじゃないの。いいんだけどさ、なんか個人宅に行くとさ、めっちゃ気使うじゃん。なんか、得意のなんか持ってたらさ、ドーナツや何やら。スニカズちょっとお邪魔します、ね。お近づきの印にどうぞ。今日は見せないよとか言われたらもう終わりだね。ウケる。カムちゃん DM ありがとうございました。今見た。あ、すごい。マジで。モさん優しい。いや、行ってみよう、マジで。そう、見たいのよ、本当に。毎年、見たい見たいって言いながら、毎回、おー、なんだ、なんだ。なんで一人でおーおーして。待て待て、違う違う。ちょっと待て。ちょっと待って、違うことし。ちょっと待って、見せたいのに、ちょっと待って、ね。玄関先にも落ちた翡翠カズラを並べて花みたいにして。あ、そう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 。そう。すごい。超マジで普通の人の家。見て見て見て、見て、すごい。今、どこを指してすごいって言ってるの？え、これこれ、後ろこれ。あ、これが翡翠カズラ。すごい、この人。綺麗なんだ。聞きに行かないといけない。翡翠の色してるってこと？そう。天然の翡翠色だって。ほら、見て見て。これが個人宅だよ。ああ、すごい。ありえん。いやいや、ありえる。すごい。ありえてるよ。え、ちょっとマジで行くわ。すごい。すごいすごい。あ、郷さんありがとう。いい情報だったみたい。うん、めっちゃよ。ね、今年のカモさんのラッキーアイテムかなんか。翡翠カズラ。じゃあ、なんていうの？こういう南国のさ、変わった花好きだわけ。癒されに。これ、写真撮ったらシュプリームさんに送った、ね。ちょっと待ってよ。まず、うまく撮れるかだよね。撮ったよって言って、こっちに載せたら。シートアップで撮るかな。僕、通りかかっただけだけど、すごい綺麗だったよって。でしょうね。今のすごかった。マジすごい、この人。多分、わかんないけどさ、なんか、多分そう、これって難しいと思うんだよね。棚も作らなきゃいけないしさ。なんか、藤、まあ、みたいな感じじゃん。まあでも、好きな人は、やっぱりやるんじゃん。私好きなのに棚まで作ってないから咲かないのかな。あれじゃない、そこに傾ける情熱が足りないじゃん。間違いないな。マジで間違いないわ。それはマジで間違いない。兄さんが黒みフレーム、かわいい、ありがとう。はい、ニヒルな感じがかわいい。いいね。ね、もう今、私のポップス入ってますけど、今日は、はい、久々に、日曜日かな、うん、鬼滅やってたのよ。うん、だから、めっちゃ久しぶりと思って、全部今日鬼滅のシリーズにした。すべてを。日曜日か、日曜日は最近はもうあれだ。もっぱら、シャングリラフルーズ。めっちゃ忙しそう。あ、昨日鬼滅の刃見てきた。お！どういうこと？昨日見てきたって何見てきたの？劇場版とか。見てきただけ。今何かやってるっけ？わかんない。ゴーさんに聞いてみて。ゴーさん今何かやってるっけ？見てきたって言ってる。映画してるっぽい。え、ちょっと待って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 。あ、そうなんだ。柱稽古は4月ぐらいから楽しみだな。なんか来週の土曜日もやりみたいで。何やるんだろう。田中事変。やば。兄さん。お三兄さん、こんばんは。こんばんは。ついさっきまで寝落ちしてて起きました。いやいや、もう夜なんでそのまま眠ってください。大丈夫ですよ。今の時間から起きたらお腹空いて夜食食べたくなるから。おはよう。そのまま眠ってください。おはよう。おやすみ。埼玉の子さん、遊郭編始まる前にも映画していたじゃん。そう。
マジでよかった。でもね、やっぱりね、なんで煉獄さん先に死んだかな。また言ってる。それ言い出したらもう。なんて、だってさ、もうごめんなんだけどさ、はい、煉獄さん絶対超強いじゃん。おお。なのに先にさ、その人を殺しちゃってさ、うん、他の人たちはさ、逆に何の技が強いのって思うわ。炭治郎と火で被ってたからだね。ああ、それはちょっとその喧嘩があるかもね。炭治郎が火の呼吸使って、炎を使うでしょう。それと被ってんだよ、煉獄が生きてたら。可能性あるなるほど。だからって炭治郎殺せないからね。で、煉獄さんになった。どういうことやねんってなるわな。そう、チェッカーズムトさん、煉獄さんかっこいいもんね。兄さん、夜食食べるぜって。おぉ。太るぜ。いや、でもいいんだよ。夜食が一番うまいんだよ。背徳感が一番うまい。お茶漬けですな。埼玉のゴンさん、鬼滅の刃はストーリーが飛んでいるように見えて、それが面白いこと。ストーリーになっているのよ。ああ、うまいことか。うまいことストーリーになってる。最近さ、伏線を回収するっていう言い方するじゃん、はい、みんな。うまくあれ伏線回収されててやばかったとかさ。まあそれは作者によるよね。じゃあだから、伏線を回収するっていうのも、うん、なんとなくわかるけどさ、はい、調べたわけよ。伏線回収するってどういうことよって。はい、そしたら、なんかそういうのを、この映画はえぐいぐらい伏線を回収してるぜみたいなのとかあって、だから確かにそれを見たときに、ああ、確かに、ああなってた、ああなってたってなるから、その楽しさがあるんだなと思ったわけ。だから何って感じなんだけど。兄さん、マグロの刺身を買いに行こうかめっちゃ悩んでます。行きましょう。その前からあれしてよ。行きましょう。チェッカーズ無双さんの。何も伏線回収できたことない。いやいやいや。人生上の話だよ。ちょちょちょ。チェッカーズ無双。映画だよ。めっちゃウケる。じゃ逆にさ、人生でそれができたら、素晴らしいですよ。いや、大事だよ。回収するの大事。人生で伏線回収できるのは素晴らしいこと。埼玉の坊さん、柱稽古は柱、柱稽古編は柱、鬼滅隊の総力戦でマジで楽しみ。最後、鬼滅隊の村田さん出てきて笑った。あー、村田さんいいキャラなんだよね。カープモイさん、伏線回収って言ったらワンピースじゃないの、ね、なんか最近よくワンピースの考察チャンネル、うん、YouTube で話聞いてるけど、はい、なんかこう、今、何十年ぶりに巨人族の船長が出てきた。ロギーね。なんか熱い展開。熱いよ。山内さんごめんね。今聞いてない。埼玉のゴーさん、映画見たって来てる。見てないって来てる。ネタバレするからこれ以上言わん。あー、なるほどね。そうしようか。チェッカーズ無双さん、何の知識もない煉獄さんの映画見に行った時泣いた。いや、マジでね。もう煉獄さんやばいのよ。あー、赤座ね。違う、赤座じゃないか。いや、赤座じゃん。赤座か、うん、ってかん、なんて書いてんの、ちょっと待って。見えん、こっから見えん。赤座だよってこれ。赤座か。赤座ってこの書くっけ、私読めたのすごくない、今どっちも読みしてる。赤座でもさ、いいキャラだよね。なんか、赤座さ、みんな、一応さ、なんていうの、相手じゃん。悪いものじゃん。いいものと悪いもので言えば。展開的にはさ、鬼だから。はい、だけどさ、赤座ファン多いよね。あ、でもほら、エセ鬼滅刃ファン。チェッカーズ無双さんも赤座かわいい。声もいいよね。でもさ、やっぱりさ、あれ、イノシシが可愛いべな。名前なんだっけ、飛んじゃったよ。ほら、今でこそ、埼玉の郷さんが言う、エセ鬼滅刃。あ、そうそう、イノスケ。めっちゃウケるわ、マジで。主要メンバーの名前すら覚えてない、この人。いや、出てこないわ。炭治郎はかまど炭治郎でしょ、伊之助と、金髪の子。エセやーって書いてる。なんで金髪の子の名前なんだっけ。金髪の子の名前なんだっけな。ほら、来るよ来るよ、ほら。あれ聞いたらいいさ。ゴーさんかチェッカーズ無双さんか。あ、そうそう。善逸だ、善逸。あ、覚えた。あー、面白い。一番メインじゃないですか。そうよ。かっこいいよ。あの二重人格。僕でもわかる。第一話しか見てない。僕でも知ってる。めっちゃかっこいい。ウケる。じゃあもうさ、なんかさ、もうみんなさ、名前がさ、特殊すぎてさ、覚えられないのよね。カープボーイさん、鬼滅の刃も考察チャンネルあるけど、話聞いてたら赤座の
人間、なるほどね。人間時代の話がめちゃくちゃ辛く、もう感情移入してしまうよって、やっぱり赤座時代、赤座の人間時代か。なんて言うんだろう、かわいそうっていうか、理不尽な目に遭ってるっていうのがあれなんだよね。うん。鬼さんもさ、元は人間だったとかさ、だから性格なる前とかさ、性格が悪くなる前、うん、人生が辛くなる前は、人をこう、貶め入れようとしたときは、だから人間のさ、世界で置き換えちゃうわけよ。鬼になるってことはさ、もうよっぽどの辛くて、仕方なく鬼になるじゃん。だけど、それが人間界で考えると、悪いことをするようになった人は、自分が何か辛かったから悪いことするようになっちゃったわけじゃん。だけど、人によりけるじゃんか。もうマスオさんになっちゃうよね。だけど、なんていうの、この何かのきっかけで、本当に鬼に行く人もいれば、やっぱりって戻る人もいるわけじゃん。戻る人はいるかな、わかんないけど。なんかだから、なんかそれもなんか良いんじゃない、うん、なんか、あ、懐かしいな。めっちゃエセアが目に来るわ。いやいや、もう見るかなりでしょ。かまどねずこ出なくて草。そう、みんなさ、この草って使うのさ、どういう時に使うの、私わかんないんだけど。笑いの意味よ。はい。あ、そういう意味なの、うん、草って意味？いや、笑っていうのを W で表現するようになったんで、うん、あれを笑わら笑って読むんですけど、うん、それがパッて見た目、草が生えてるっぽいんで、草っていうようになったんです。いました。知ってたのも？もちろん。うん。私、その草が分かんなくてさ。スマホ使わない俺でも知って。ね、私、スマホめっちゃ使うけど、草だけはさ、どういう使い方か分かんなくてさ。あ、そういうこと？マジで今知ったわ。嘘でしょ？いや、ちょっと違う使い方したらいいさ。クソって。あ、そういうことなんだ。遊郭編の、名前なんだっけ、ダキだ。ダキの時代も、なかなかエグかった。あ、分かる分かる。結構ね、でもなんかこの兄弟愛がさ、来たんだよね。今更って来てる。どう前も来てる、ウケる。兄さんが持ってた携帯が顔面に当たって起きたんで、しばらく眠れないっすね。夜食ゲットだぜ。あ、マグロいいね。最高だよ、マグロ。埼玉の郷さん。なんだっけ。なたぐも山田の、ルイの時もなかなか辛かった。あ、辛かった。みんなさ、この人間の時のさ、感情移入しちゃって、大人もさ、なんか、あの子たちかわいそうねってなる。今何が流れてる？残響参加。あ、最高。ほら、シュコリムさんが言ってるさ。今更って。だから、ちょうどほら、これでしょ？草。ダブルでええやないかい。僕は最近ガンダムを見ましたけどね。おう、何見たどっち？白い方？ガンダムシード。シードでしょ。白い方？いやいや、シードは、人間の方か。説明して。シードって種でしょ。女性ファンを取り入れるために、キャラを、かっこよくした。まあ、わかりやすく言うと。あれでしょ、だから。アムロ行きますは誰よ。初代よ。初代です。あれがガンダムだよね。はい。あれのシード版でしょ。あれシリーズが違うのよ。そもそも。はい。世界も違いますよ。うん、世界観も違うのよ。そうなの、うん、はい。シャアがいるのは何よ。は、アムロです。初代です。初代です。それは何代なの。あれは宇宙世紀シリーズっていうシリーズなんですけど。何よ、ガンダムの中でも分かれるわけ。あ、もう全部違います。すごい。世界が変わります。それは難しい。火星なのも、それとも惑星が違うみたいな。いや、もう、世界が違います。じゃあ分からん。あ、じゃあガンダムは白じゃないわけね、イコール。いや、ガンダムは白です。ちょっと待って待って。主人公が乗るガンダムは大体白です。ちょっと待って待って待って。めっちゃ、ちょっと待って待って待って。別に色関係ないから。大半白。意識しやすいのよ。じゃあシャアは赤じゃん。うん、まあね。紫もいるよね。ああ、まあまあまあ、中間的なやつね。中堅のやつの色だよね。大体ね。はい、敵軍の中堅から紫の、はいはい、ガンダムイコールその辺の色よ。はい、ザクザクは緑ね。はい、あとシャアでしょ。赤でしょ。はい、あとは分からん。みんな、なんか、戦隊みたいなやつでしょ。ガンダムで色の話する人めったにいないんですよ。なかなかいないよ。なんて言うのよ、じゃあ。ザクとか言うの。はい。ドムとか。ドムとか。
誰やねん。グーとか。やば、なんでタロンさんを例えるとドムだな。ちょっと待って待って待って。わかる人しか分からないんだよ。待ってよ。なんか話さないか。ちょっと待ってよ、待ってよ。ガンダムって映画やってるんですかって来てるよ。今やってるの？今やってますよ。ガンダムシードデスティニーの、うん、あ、ガンダムシードデスティニー、ガンダムシードっていうシリーズがあるんですけど、うん、ガンダムシードってテレビシリーズがあって、うん、その次のガンダムシードデスティニーってシリーズがあって、そっからの20年経って新作の映画です。マジで？はい。続編です。最高。そもそも、もう終わらない。もうわからん。ガンダム話をかなんから話を置いてこうって。埼玉の坊さん、ミートですよ。とりあえずシャアだよって。とりあえずザクだよ、ザク。チェッカーズムソさん、難しそう。うん、ミートゥーや。そうね。埼玉のことさん、シャツ専用の、トヨタオーリスあったよな。シャアのです。あ、シャアね。シャア専用オーリスが、発売されたことあったんです。真っ赤の。車。え、本物の？はい。本物。え？車。やば。あれめっちゃかっこよかったですよね。ドム、ムスカはあったよ。あ、ムスカいいね。ラプタが来たね。いいよ。兄さん、カオンさん、パルコに行ったら、たくさんガンダム見れたよ。あたしさ、東京でガンダムのクソでかいやつ見たよ。クソはいらない。マジで、何ダイバーシティでしょ。うん。ユニコーン、あれ。何コーン？ユニコーン。ユニコーン。ユニコーンって馬？だからもう、角が生えてるじゃないですか。角がなかったよ。真っ白で、角が生えてて仮面してるんですけど、ガンダムになるときに変身するんです。変身する。パカッつって開いて。その開いたバージョン見たんじゃない？普通のガンダムの白いやつ見た。あ、顔が赤くて、白い、鳥みたいなのがついてるやつ。ユニコーンだね。多分ユニコーンかもしれません。そう、あれの、マジでクソでかいやつ。等身大でしょ？あ、いえ。いや。うん。超でかいやつよ。うん。あれ見たよ。あれ、時間決まってるよ。動くない。そう、俺はこうやってでしょ？うん。変形する変形。あ、ウォンキングするやつはもしかしたらあれかもしれないですね。初代ガンダムかもしれないです。ああ、それは別のところ。ダイバーシティにユニコーンがいて、また別の場所に行って、日本に結構いるね。はい。嘘！福岡が多分ニューガンダムでしたよね。ニューガン。こうやって歩くやつあるんだよ。これ、シュプリームさん、ガンダムも写真撮ってから載せて。ぜひ載せてじゃあ。なんなら動画で。ちなみに、このガンダムの映画やってるおかげで、うん、今、YouTube に、その昔の、うん、声優メンバーがやってるラジオとか動画上がってるんですけど、うん、小安武人さんわかります？声優の。ボー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 やってたりとか、あと、コンボイとかやってるような人なんですけど、うん、イケメンなんですけど、声が。まあ、ガンダムシードに出てた時に、うんうん、まあ、俺は、シード残せればいいから、みたいな、めっちゃ、下ネタぶっこんできて。あ、シードっていい言葉だね。そうだね、根本的にはアウトじゃないの、ね。ヒポリオさんが、ポーさんアウトって。めっちゃその後シードを連呼してました。やば。ダメじゃん、そこはそこで。横浜にもガンダムあるよって。へぇ。シャア専用オーリスは限定の台数だったけど、関東では意外と走っていてすっごい目立つ。へぇ。真っ赤なの？真っ赤よ。カップボスは父さんに豚でもってないのにこれ編むのね。私でもわかるで。兄さん、クラッカーありがとうございます。埼玉のごさん、ガンダムと天使のテーゼの漫画の違いがわからない。ああ。ちょっと待って、天使のテーゼはさ、あれはエヴァンゲリオン。エヴァンゲリオン。あー、紫や、うん、あれでしょ、女の子。アスカ。はい。あれは、ロボットじゃないから。ロボットじゃないです。あれ、人造人間なんです。どっちが？エヴァンゲリオンが。エヴァンゲリオンじゃ、中でじゃあ、動いてないってこと？生命体。生命体。あ、じゃあ、人たち自分で動くわけ？いや、中に一応入って、掃除はするんですけど、うん、一応ロボットじゃないんですよ、あれ、うん。ロボットって設定じゃない。あ、じゃあガンダムとは違うってこと？違う。はい。ガンダムは何なの？ロボット。あれはじゃあ中に入って、完全にこう、ガシガシしてるってこと、はい、エヴァンゲリオンはどうなるの？エヴァンゲリオンは中に入って、こう、コックピットいるじゃないですか。念じたら動きます。やば。まさかの？シンクロして、この、念入る。じゃあ右手動けって言ったら、そうです。ピョって動くと。だから本当にさ、エヴァンゲリオンが刺されたりとかしたらそこが痛い。シンクロしてる。シンクロしてる。はい。だから目とかやられて、ああ痛いよーっていう瞬間。なるほど、はい。その違いはちょっと大きいね。カップボーイさんがゼータガンダムの時の色一番好き
なのが、モビルスーツ、あ、モビルスーツって言い方でなんか聞いたことあるな。あー、ゼータかっこいいっすよね。かっこいい、ね。赤と青と白で。うん、フォルムね。え、はい、の赤と青と、ね。飛行形態があって。黄色だよね。信号の色じゃん。カミューの最後だけがドンマイなんだ。あー。人？あの、主人公なんですけど。主人公。ネタバレしていいの？史上最強の主人公って言われてるんですよ。強いの？強いんですよ。でも最終的にぶっ壊れるの。廃人になるんですよ。え、強い、え、それ強いの？うん、強すぎてもう、もう精神がいっちゃう。やば、あ、そういうこと？スプリームさん、はい、ウケるよ。横浜の、大国に初代のガンダム、前日横浜でデートした時に行きたかったけど、マッハで断られたって。ガンダム見に行こうって嫌だよ、つって。埼玉の子さん、え、あ、エヴァンゲリオンだって。うんうんうん。あ、エヴァンゲリオンで透明人間なの？ドラゴンボールの人たち。じゃあ、人間。人間と同じ？あ、だから、でもそんな感じってことじゃない？ブロー孫悟空。なんで今ゲロ吐いてると思った。だからドクターゲロじゃないブロー完全体となったこの私の。誰だろうね。セル。え、セルってそんな言い方するっけ。完全体だった。はあ、私完全体見たことないかな。いやいや、一番綺麗な顔が、あの、完全体、はい。あの緑のこの間ペコってなってるやつよ。あの、あれが完全体。え、あの時さ、もっとスマートじゃない？だからそれが完全体。そう、完全体です。え、あんなこと言う？だから完全体になる前が、ブロー！みたいな喋り方です。キモ。セルはね、完全体がいいね。間違いない。セルの子さん、廃人になるの明日の上司かわからんや。あー、わかる、それは。チェカデムゾウさん、寿司の話からガンダムの話まで幅広い。セルの子さん、ハッちゃんやってよ。人造人間8号。懐かしい。8号は誰よ。ハッちゃん、ハッちゃん、あのフランケンシュタインみたいな感じ。ああ、あいつ喋らんやん。いや喋るわ。え、あいつ喋らんやん。喋るよ。嘘。ということで終わりました。はい、嘘。放送終了です。やば、最後寿司に戻る予定よ。もうお腹いっぱいよ。また来週。孫悟空って言うよって。そう、みんなまた来週ね。来週、ありがとう。来週はじゃあ何か流すよね。上がり。上がりだよ。お疲れ様。いや、先に言われた。あーにょーん。じゃあ、じゃ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 。手まりさん、ありがとう。お菊屋さん。ぴょん。